はい、ということですね、道の駅水俣でございました。はい、かなり広いね、公園内の方聖地って書いてあるんですよ。行くの？分かんない。左曲がんないと思う。あれか、まもなく左方向です。その先左方向です。こう右に曲がると恋人の聖地です。行くの？弓で左方向です。あー、そうじゃん。景色でいい。どうせ有名に左方向です。つか、そうだ、今ユミって呼び捨てにしてみて思い出したんだけど、うん、あ、名前なんつうの、友達。ひーちゃんだよ、ひとみ。いやいやいや、そうだから、そこが聞きたかったね。ひーちゃんだよ、ひとみって。そう、ひとみを知りたかったね。うん、ひーちゃん、ひーちゃんって言うから、ひでことか。ひでこって今の人も言うのかな。まあ、わかんないけど、うん、名前なんて言うんだろうって聞いたことねえな。ひでこっちゃねえよ。ひでこって。およそ300メートル先、右方向です。そうです、左にしか行ってない。ひでこっちゃねえよ。あ、まだまだ、ここはまっすぐ、まっすぐ、どっかで折り返してこなきゃいけない。向こうだからいいんだ。ああ、よくまた左に向こう。まあ別にそれでもいい。向こうに聞いてる。で、道の駅またこっちに戻ってくるってことでしょ。で、また回ってくる。マスクにしないで回りやすいように回るけど。もうこれ回れるのか知らない。で、出るのをこっちに出る。で、回って作ってる。ちょっと向こう眺めいいかなと思って、さっき道の駅出た時左だったんだけど。左方向です。その先300メートル先、左方向です。さらに分岐が続きます。乗り換え左。左方向です。ビルの中にいるのか。およそ300メートル先、左方向です。また戻ってくる。どうでも大丈夫そうだ。右だよ。こっち右よ。なんでさ、まだあの3分経ってないのね。頼むよ。なんだ。で、じゃあこの先の交差点どっち曲がるの？右。よし。これ見てるところはどっち行くんだかなって。まもなく右方向です。よく出ました。レベル低いよ。右方向です。彼氏の顔が見たくなるか。どうせ丸気な顔してんだ。この先しばらく道なりです。ひとみって名前もあれだよな。何、まあ、あなたの世代にしてはちょっと古くない？そうなのかな。何ひとみ？普通にだからあの、あ、や、山田。ああ、そこ、そこ超オーソドックスなんだ。あ、でも、あれ、今、あれ、え？
結婚してるの？うん、違う。お母さんが。ああ、離婚がなかったの？そう、一回離婚して。ああ。なんか、でもまあ、うん、山だって。うん、スペシャルオーソドックスだね、そこは。うん、まあ、まあ、うん。3本の指ぐらいに入るよ、オーソドックスは。うん、そうだけど。山田秀子って言ったらもう俺よりも年上になっちゃいそうな感じ。秀子なんか例えなかったヒロこうつけちゃったらダメだ。ヒーちゃんって呼んでるけど、なんて呼ばれてる。リエだよ。面白くないね。何を言うんだよ。ポンポコとか呼ばれてなかった。バケてないよ。え、あなたあだ名とかないの？うん。なんかあるでしょ。でしょ。中学。テラちゃんって覚えてる。なんでつまねえんだよ。そのエピソードはないの？別にないよ。ないよな、そりゃそうだ。水のつまねえな。なんかほら、なんかいきさつがあってさ、奇抜な、ないの？ないよ。それこそポンポコの方がまだいいじゃん。間違える人初めて見たよ。違う、最初に曲調がさ、ここでもまた特殊能力を発揮しなかった。特殊能力だろ。何言ってんだろう。なんかやっぱ木材屋さんがあんのかね。ショップ2億だよね。リラックス効果、この辺住んでる人みんな心穏やか。毎日コンビニ。あっちやつが分かんなくなる。分かんなくなっちゃう。
ていくんだよ。重みのかかる外側に、外側に乗せて。
ね、不老不死地区行かなかった私は。え？不老不死、え、前回、あ、バスタル巻いててたか、私は。そうだっけ？うん。俺はピンクもあるし。いや、だからヘイスタルがなんかやん。そうだっけ？うん。シンゴもあるし。でもさ、女の人は私がしか入ってなかったじゃん。そうだね、あの時は。何そのさ。いいじゃん、別に見るぐらいさ。なんだよ。お前だってあれだろ、こういう服行くと、チラ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 他の股間見てんだろ、どうせ。見てないよ。ずるいって、女って生き物はさ。結局さ、女だってさ、チンコのデカさで人を選ぶくせにさ。男がおっぱいの大きさで選ぶと、なんか変態みたいな顔して見て、おかしいだろ。じゃあお前らなあ、親指サイズのお前チンコつけやるか、つけやるおかしいだろ。なんだそれ、ずるいよ、そうやって考えると言ってることおかしいよ、ね、男にはおっぱいの、ね、大小ってさ、うわキモいみたいなこと言うんですよ。女は女でチンコの大小って決めるわけでしょ。最終決定権はそこだけじゃないのも分かるよ。それ男も同じじゃん。なんかおかしいよね。もう動画にしてアップすべきだよ。一つの論文としてさ。これ
神社ってあるの？あ、なんて読むんだろうね。でもあれ多分上鶴だよね。違うかな。詐欺かもしれない。詐欺じゃない。神社って何？いや鶴じゃないのあれ？なんかお前真剣に騙されてる。だからさ、普通鶴だろこうだったら。詐欺なわけねえだろ。なんかちょっと有名な英語なの。二宮だろ、さっきの。二宮。一宮じゃん。そこはどこだっけ？あれ、この通り道が？まあ、この通りのどっかじゃないですか。もっと先か。あれ？だよね。じゃない。トライアルは、ここ回ってたから、この通りで。ケンタッキーはいるね。いや別にあなたが一人で言ってるだけで。なんかさ、でもスーパーあるからいいか。夜食べたくなったら買いに行けばいいね。そうね。今遅い時間までやってないケンタッキー。ケンタッキー。あれタイはどこだっけ？あのケンタッキーだ。あ、このスーパーなんだ。どっちがいいのかとか知らないし、うん、確かにこっちまでしかやあの食材を買い込んで宿に、泊まるまでは民泊ってどういう感じなのと思ってさ、まあまあああいう感じだったら悪くないよね。うん、今日あれでも民泊なのかな、やっぱりどうなんだろうね。定義が分かんないよね。およそ700メートル先左方向です。コスモだ、龍之介スモが止まっちゃった。ん？コスモ。
釣り色タイム。あれ車言ってんの？その時点でユーノスコス持って行ってるんです。車かどうかもわからない。あ、じゃあわかんない。およそ300メートル先左方向です。この先、実際の交通規制に従って走行してください。どっち行ったら、まっすぐ行ったら右方向です。え、目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。しかもはい、ということで本日のお宿です、はい、洗濯物も来たし、洗濯物かもしれない帰ってきた感じだ俺。なんでびっくりしたよ、洗濯物干したって。なんで？ああ、もう忘れてた。あ、開けなきゃ、持ってる、大丈夫？だって鍵が分かんない。言ってくれるかね。